クリップ壁階台地。左端は境川、右は矢作川壁階台地は、愛知県中央部、矢作川の右岸に位置する標高30から50メートルの台地。岡崎平野の一部である、愛知県中央部を流れる矢作川の中華流域には、岡崎平野が広がっている。岡崎平野右岸の段球面は、最上位段から丘陵性の藤岡面、三好面。 コロモ面、壁海面であり、壁海面の通称が、壁海台地である。壁海台地は、豊田市南部、安城市、刈谷市などに広がっており、むね古代の壁海軍に相当する範囲である。標高は、豊田市南部で23から38メートル、安城市南部で12メートルであり、ほぼ平坦な台地と言えるが、北東から南西に位置、800から一1500の傾斜を持つ。 壁海大地の公園は、高低差5メートル以上の明瞭な断球崖が見られる。農業振興をテーマとする安城産業文化公園、デンパークかつては、安城が、原や後が、野が、原などと呼ばれる原野であり、小規模な解析国で、細々と稲作が営まれていた。第一上は、水の乏しかったため、た池が数多く築かれ、た池の延べ面積は488丁部。 一丁部以上もある大きなため池は84カ所にも上った。明治溶水の上を走る自転車道幕末には、壁海軍泉村の豪農である、続き渡る厚が溶水の導入による、神殿開発を企てるが、既存の権益に固執する農民の妨害などにあって、失敗。幕府から一部の開発許可を得ていたものの、続きは膨大な借金を背負ったまま失意のうちに、亡くなった。 明治維新後には、岡本平松が続きの計画を引き継ぎ、別の方法で新殿開発を計画していた伊予田与八郎も合流して、愛知県も関与した用水導入の計画を進めた。1879年に着工し、1884年に明治用水が完成した。明治用水の導入で新殿開発が進み、 新たに8,800丁分の水田が開発されたほか、4,500丁分の水田が改良され、この大地の農業は目覚ましく発展した。壁海大地では、水田稲作を核として、養鶏、養蚕、野菜栽培などの農業も行われるようになった。多角化された農業を農業先進国のデンマークに、なぞらえ、壁海大地、または安城市は日本デンマークと呼ばれている。 ありがとうございます。